ゆる言語学ラジオの撮影終わり、はい、こぼれ話雑談会でございます、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。もうあの2時間ぶっ通しでね、はい、なんだっけ、助数詞不況の回をやって、はい、あとエベレットをね、あ、そうですね、今日はエベレットも撮って、はい、どえらい疲れてますね。はい、疲れました。4回にわたるのはちょっと過去一ですからね。過去一ですね。ソシュール回3回でしたもんね。3回でしたね。あれもね、すごい疲労感を、うん、終わった後ね、なんかもう海の苦しみから、うん、その後酒に溺れそしてなんか友達を情報量で見てるみたいな、あったね、出現酔っ払い回ね、してしま、引き出されてしまいましたけど。うん、いやでも良かったんじゃないですか、結果4回にわたるほど盛り上がったと言えるんじゃないでしょうか。助数詞はね、実はその裏話というか、堀本さんに連絡した段階で結構過去一で面白くなるかもしれませんみたいなハードルをね上げたんですけどね、その、うん、で結構それってあんま意味ないのであんま上げる必要ないと思うんですけど、うん、まあ、今回ばかりは個人的にテンションが一番上がりすぎたので、うんうん、そう連絡したんですけど、うん、どうです、なんか過去一超えれた気します。あ、でもね、そうかも。あ、本当過去一だったかもしれないです。あ、本当ですか。なんかやっぱあれが良かったですね、あのテンポ感というか、はいはい、長いストーリーでありつつ各回面白いじゃないですか、助数詞のやつが、うん、だからそこの飽きさせない感動感というか、ね、うん、1話完結、あの僕宇宙兄弟、はい、漫画宇宙兄弟マジでよくできてんなっていつも思うんですけど、はい、あれ1話完結としても読めるんですよね、はあはあはあ、全体のストーリーの中でもちろん大事なんですけど、ブルージャイアントとかもそうじゃないですか、ブルージャイアントも割とそうかも、うん、割とそうですね、そうだから宇宙兄弟とか典型的なやつは振り、はい、最初に振りは例えばあの真壁健二っていう主人公の親友、うん、はい、宇宙飛行士が前職研究職なんですよ、はい、おもんない大人たちが顕微鏡を覗き込んでいる研究職で、はいはい、冒頭で今日の空も灰色だみたいな、この灰色の工場群に灰色の制服を着て灰色の空の下で吸い込まれていく、うんうん、ってとこから始まるんですよ、ね、はい、で毎日そんな感じで、同僚も特にその向上心とかなく、うんうん、一生をそこで暮らすつもりなんですよみんな、はい、で社食で物食いながら、うん、ぼやっとした話をして、はいはい、家に帰ると給料はめちゃくちゃいいと、うんうんうん、だから多分あの理系のね良い大学を出て、はい、一般的な研究職ルートだと思うんですけど、はいはい、すごくいい企業に入って何の不自由もなく生活してるし妻と子供も食わせていけると、うんうん、何不自由ないんだけどこの灰色の人生で俺はいいのかっていう悩みがあって、うん、でこれアナザーストーリーでだいぶ時系列的にはね最初の方なんですけど、はい、そんな中宇宙飛行士 JAXA の宇宙飛行士の選抜のチラシを見つけてもうその瞬間にワクワクしていて申し込みたいなと思いつつ、うん、でも奥さんにはちょっと言い出せないわけですよ、はい、言い出せんなみたいな気持ちでいたところ奥さんもその新聞を見ていて、うん、受けたいんでしょ受けてきなよって奥さんから言われるっていうのがあって、はい、でそこから紆余曲折ねあの本編で描かれた宇宙飛行士試験があって、はい、無事宇宙飛行士になるわけですよ、はい、で最後にその灰色の工場に最後の出勤日、うん、最後の出勤日行ってもう制服も返却してロッカーの中身も空にして出ていくんですよね、うん、灰色の工場から、はい、でもうあの灰色の制服は着ない、うん、俺がこれから着るのは JAXA の真っ青なジャンプスーツ、はあはあ、今日の青空に似合いそうな真っ青なやつだって言って青空の元を歩いていくっていうっめっちゃ1話完結としていいんですよ、はいはいはい、これ短編として別に成立してるなっていう、確かに確かにっていう良さがあって、はい、宇宙兄弟やっぱ連載ものとして長期連載ものとして完全な要件を満たしてるなって、やっぱ習慣の強みですよね、そう毎週に引きを作るっていう、そう月刊とそこは違いますよね、プルーストとかはね、はい、失われた時を求めていくら書いてもええやろっつって多分何千枚書いてますから、はいはいはい、引きも何もなしダラダラとあんなもん通読できるやつこの世にいねえだろうって僕思ってるんですけど、はいはい、プルースト研究者も読んでないでしょあれそんなことないでしょさすがにそうだからやっぱ格話で盛り上がりどころがあるのって素晴らしいなと思っていて、そういう点で宇宙兄弟的でしたよね、何あの助数詞の回は宇宙と助数詞ってスケールえらい違いな
片や1個とかそんなレベルのものと宇宙ですからね。でも最終的な結論はね、助数詞はゲルニカだ、そうですね、芸術だ、ゲルニカであり我々の世界を見る認識ですよね。そうそうそう、だからもっとでかいですよ、宇宙よりスケールでかいです。そうですね、なんなら、うん、宇宙も数えられますからね、助数詞、ね、そう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 、うん、で我々の認識の中にしかないんで、やっぱ宇宙という概念も、はい、より大きいですよ、助数詞の方が実はね、うん、実はそう。じゃあちょっとなんか振り返っていきましょうか、少し、はいはい、そうっすね、なんかエベレット界は結構いろいろなんか思うことがあったみたいな、うん、お互いその言い逃したことも結構あったみたいなことを言ってたんで、うん、はいはいはい、僕もちょっと足してもいいですか。はいはい、あの一応補足色であれですね、ピダハン、あ、そうですね、エベレット2は、はい、うん、ピダハンというやべえ、なもう出てこない、なんだっけ、あの直接再建のこと何でしたっけあ、もう出てこない、なんだっけ、なんかいびきみたいなやつですよあ、ね、いびピーかな、なんかそんな感じ、ちょっと調べますね、なんだっけ、もう忘れてる、 EVP みたいな感じでしたね、多分 EVP 喋り終わった端から忘れてくるんですよあ、 EVP 用でした、 EVP 用、それだ EVP 用で、ね、直接経験ね、はい、そう、ですね、最後にそのケイレブ・エベレットという、うん、エベレットの息子が実はそのエベレットと同じようにチョムスキーに対して反旗を翻してるって話をしたんですけど、うん、よう考えたらこれってそのお父さんは奥さんと離婚したわけなので、うん、孤立しててもおかしくなかったところを、うん、息子だけそのお父さんがやってることの良さを理解して、うん、お父さんの意思を継いだわけでもない、死んでないので、うん、あれですけど、なんかこうねバトン繋いでるじゃないですか、いやエモいですよね、 そこちょっと本編で言うの忘れてて、うんうんうん、これやっぱエモいっすよね。そうだね、あれなんですか、息子は奥さんの方に引き取られたんですかね、じゃないんじゃないですか、だからお父さんについてたんじゃないですか。そうか、だから離婚しますよってなった時に、はい、あのフィールドワークにかまけていて、はい、父親としての多分いろんなことやってなかったであろう、はい、エベレットの方に俺は父さんについていくってなったんですか、ね、かも、うん、ちょっとねごめんなさい、だからケイレブの本を読んだ方がいいと思うんですけど、うん、そうね、うん、あのね、なんかこの息子の、うん、お父さんの意思を継ぐ的なそのロマン、うん、そしてそれは実はなんか特に意識してなかったんですけど、図らずとも剣坊秀俊さんに近い、うんうんうん、ことになってるんですよね。あの辞書の回で出てきた人、ね、辞書の回の妖霊採集の鬼です、ね、はいはいはい、145万の妖霊カードを20年で作った化け物なんですあの家族の食卓でも常に妖霊カードを書き続けてたっていうやつですねそうですね、うん、熱海の旅行に風呂敷いっぱいに妖霊カード詰めていく、迷惑すぎるよその親父そう、その剣坊さんも、まあ、その息子さんたちは全員お父さんドン引いてたんですけど、うん、そのお孫さんがね、うん、あの辞書研究者とか辞書マニア、辞書ソムリエとして活動している祖父の志を受け継いだわけですね。そう、やっぱああいうの来ますね、いやエモいわ、うん、喧嘩商売っていう漫画がありまして、はいはい、ありますね、ずっと漫画の話してるな俺ゆる言語学ラジオで無理やり漫画の話しがちなんですけど、はいはい、僕今のそのエベレットの息子がお父さんについていくってやったんすかねっていうストーリーで勝手に一人で泣きそうになってたんですけど、憶測で、はいはい、それなんでかって言ったら喧嘩商売の中で屈指のいいエピソードがありまして、はい、あの主人公の師匠にあたる古武道の師範がいるんですよね、はい、入江文学、はい、でこの入江文学がさらに一子相伝で父親から受け継いでるんです、その武術を、はい、でところが家庭環境が良くないですね、父親はひたすら武道の武術を磨いてるんですよ、はい、古武術もう江戸時代とか、もう下手するともっと前か、うん、平安時代とかから続く千年とかの単位で受け継がれてきた古武術をひたすら受け継ぐために息子はいるというのを父親はやってるんですけど、結婚した後に母親からすると不可解すぎるんですよ父親、うん、なぜなら道場を開いてるわけでもないよ、ですよ、その普通だったらね空手の師範とかで教えるじゃないですか、はいはいはい、教え子を取ってあれやってないんですよ、ほう、何やってるかって言ったら一人で毎日その道場的な建物に行って、はい、一人でむちゃくちゃあの逆立て腕立て伏せみたいな、はいはいはい、めっちゃきついトレーニングして、はい、めっちゃ鋭い手刀で藁人形とか割ってるわけです、はあはあ、あれ何やってんのっていう働けよってそう、まあ、あの遺産があるから行ってはいけるんですけど、はい、みんなあの古武術の師範なんで、はい、でもその なんであんな無理してんの、家族旅行とか行ったらええやんそんなら、はいはい、っていう感じなんですか、父親一日も休まないで死ぬほど鍛錬してるわけです、雪の日、うん、で息子はね、うん、息子からするとこの母はきっと父のことを理解できないのだろうと、
父の行動原理はただ錆びつかせないために研ぎ続ける、うんうんうん、何か使う目的ないわけですよ、人殺さないから、はい、現代において、はい、でも彼は先祖から代々受け継いできた刃を錆びつかせないためだけに研ぎ続けている、うん、毎日、はあはあ、もしかしたら一生使うかもしれ使わないかもしれない刃をひたすら研ぎ続ける、はい、それが彼の人生だ、うんうんうん、でそれをすごい見ていた入江文学は結局離婚するよと母親が言って私の方についてくるでしょう、うん、はい、って聞かれた時に父さんの方についていくって言うんですよ、もう父親らしいことなんて一つもしてない、生活力ゼロな、そう、はい、ただ毎日鍛えてるだけのやつ、うん、でなんでって母親はなるんだけど、父さんは僕がいないと一人ぼっちだから、母さんには社会があるの、友達もいるし家族もいるし、うんうんうん、でも父さんには何もないと、はい、武術を伝えていくことしかないから俺が継がなきゃいけないって言って、若干10歳とかの少年が父と一緒にいることを選ぶんですよ、はいはいはい、めっちゃいいなこのシーン、うん、いいですね、強烈だなと思ってたのがエベレットと重なって、フィクションじゃなかったそう、おるっていう、そういうこと実際あるんだなと思って、しかもだってそのね、ケイレブ、エベレットだって、うん、研究者として大成して本を書き、うん、しかもですよ、その研究してる内容っていうのがお父さんの内容やってることと近いわけじゃないですか、うんうん、お父さんに反発する息子の方が多いわけですよ、普通は、ね、そうですね、例えばあの確かに俺お父さんも頭いいから俺も頭いいなってやつとかも、うん、お父さんがやってることから離れていくことが多いわけですよね、うんうん、だそのお父さんからしたら嬉しくてしょうがないですよ ね、 そうでしょうね、息子がその自分に近い道を選んでいること自体がもうすでにすごいし、でしょうね、あと多分そのエベレットにしても剣坊先生にしても、おそらく自分一人の生きてるスパンじゃ作れないものを作ろうとしてるわけですよ、そう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 、それを息子が継いで、例えば50年しかできないものっていうのが100年、2人で合わせて100年になるっていう、この重み、熱いな、あ、やばいっすね、一生を通して人が作るものって超尊いじゃないですか、はい、2台を通して作るものやばいですね、やばいやばいやばいですね1台だけでもあんなに心を揺さぶられるのに、 そしてね、ちょっとカメラ回ってないところで話しましたけど、はい、現代のほとんどの人、そして僕らも、うん、親のやってることを継いでないわけですよ、そうそう、で、あのそれに対する何か後ろめたさみたいなのもある中で、うん、それにこう親子を1台でそのなんか全てかけて、うん、それを極めようとしてる人の物語をやっぱ美しいと感じてしまいますよね、だから脈々とした人類の営みを感じるんでしょうね、そこにね、うん、しかもエベレットはだって執筆段階ではあの恐れていたことが起きたと、そして最悪の結果になったみたいな書き方をしてたわけで、開発に、はいはい、私の家庭は崩壊したと言っているわけで、多分その時には完全な孤立を多分覚悟してその筆が走ってると思うんですよね、うん、それがその報われてるわけじゃないですか、ある種、ね、息子が受け継いだんですもんね、ちゃんとね、結構だからあの、ピダハンを読むと最終的には結構の絶望と孤立感はあるんです、うんうん、だけどそれがそのこのね、最近になって息子の本が出てっていう、うん、このストーリーね、うわー、それ聞いた感じだともうあれとも一緒ですね、シン・エヴァンゲリオンとも一緒ですねそのずっと報われないであろうというストーリーで完結していて、二十、はいはい、何年間動いてなかったものが、うん、シン・エヴァンゲリオンで、はいはいはい、幸せな未来を見せるっていうとこですよね、そうですね、アナザーストーリーとしても一級品、ピダハンの人にエベレットがあの聞かれる、はい、神の話しようとしたらキリストってのがいてっつったら、はいはい、それ顔見たことあんのみたいな、はいはい、何でしたっけ直接経験、イビピーヤ、イビピーオ、イビピーオ、イビピーヨだっけ、イビピーオ、イビピーヨ、はい、イビピーヨじゃねえじゃんと、はい、お前キリストの顔見たことねえじゃん、はい、ってなって、あ、そっかってなるみたいな下りがあったと思うんですけど、はい、それあれだなと思って、ソクラテスの問答法だなって、うん、はいはいはい、あの私は何も知りませんよと言って論的に、はい、え、でもそれってこういうことじゃないですかとか、それはあなたは確認したんですかとか、詰めて言ったら相手も、うん、あ、俺もわかんねえやはいはい、はい、なったという、ね、うん、あのキングオブ哲学エピソードがありますけど、そうですね、はい、なんかそれじゃないですか、ピダハンの人がやってるサンバ術ですよね、そう、だから問答法ですよね、問答法、うん、だからあれ効果あるんだなと思ってやっぱソクラテスのやつ聞くんだなって思って、ね、聞きますよね、だってエメレットはね、だからその実証を重んじる科学っていうのの勉強をしていたっていうのもまた余計にね、うん、多分エメレットにとっては、え、俺ダブスタじゃないみたいな、うんうん、ダブルスタンダードじゃないかなとかっていうふうに思わせるには十分な威力だったでしょうね、そうだね、うん、
科学者そこにちょっと気づいちゃいたりしますもんね。そうですね、うん、ただ面白いのは科学者が突き詰めると結局人文学者になるっていうパターンもあるってことですよね。あるパスカルとかね。そうですね、その結局こんなに綺麗に設計されてるならっていう発想にいっちゃうケースですよね。それもあるから面白い。あとまあ同じようなので言うと、そのすごい経営者とかも結局最終的に深く宗教に帰依するとかね、うんうん、ああいうかケースはありますよね。そうですね、うん、ピダファンに関してはこんな感じですかね。そんな感じですね、うん、なんか多分ね直後だったらもっといろいろ思ったことあったかもしれないですけど忘れちゃった全部助数詞の上書きがねいかつすぎてなんかいろいろ言いたいことあったんだけど。じゃあ次助数詞ですね、はい、僕助数詞勉強してて、うん、思ったのが、数学が発達しやすいのは、助数詞がない言語なんじゃないかなと思ったんですね。へえ、だから英語圏の人の方が日本語圏より発達させやすいんですね、はい、どういうことかっていうと、あの飯田麻子先生という助数詞の研究者で、うん、はい、あの数え方の辞典の著者の先生が言ってたのが、はい、私は小学校の頃にどうしても理解できないことがあったと、うんうん、それは5本の鉛筆と6冊のノートを買って合わせて何個でしょうという問題だと、うんうん、そこに私は最初11本と書いたみたいな、うん、だけど、うん、いやこれノート本と数えんなと、うん、でだからなんか一生懸命考えてすごく気の利いた答えを思いついたと、うん、11つ、まあ、11個かなはい、はい、と書けば差し支えないだろう、うん、そうですね、思って答案出したら、うん、×がついて返ってきたと、はいはい、これは11でいいんだよと先生に言われて、うん、私は今になってもそれが釈然としていないと、僕もしないですね、言っていたんですね、うん、だから要は日本語って数っていうのとそのものに対する認識をセットでくっつけちゃってるんで、うんうんうん、数字のみを取り出して離れていかないんですよね、うん、あんまり、うん、そうだね、そう単位をつけて数えたりすると結局その純粋な1とか2とか3とかっていう概念を独立させて考えることが難しいから、そうだね、足し算みたいなものっていうのもその助数詞揃ってない足し算とかっていうのができないわけで、うんうん、ね、アメリカだったら例えば2個のチョコレートと3個の飴買いましたって言って合計5個ですっていうのは、うん、あの2チョコレチャンコオブチョコレートとか、うん、そうですね、とみたいな感じで数えるからできるんですけど、うんうん、日本語だとそれが、ね、そうだね、足し算しづらいですよね。そうだね、だから数字というものだけを取り出して扱ってないから、はい、数学に向いてないそうそうそうなんじゃないかなという仮説、助数詞あると数学発展しないんじゃないか仮説ですね。数学といえばやっぱインドじゃないですか。はいはいはい、インドはね、インドヨーロッパ語族ですから。でインドとかもあれですか、でもヒンディー語とかだった、昔英語どうだろうな、何語喋ってたのか。サンスクリットはおそらくないと思いますね。漢詩とか確か名詞の屈折とかがあると思うんで、まあ、要はインドヨーロッパ語族なんで、はいはいはい、ないと思う。ちょっと確かめなきゃいけないですけど、うん、まあ、仮説レベルとしては、うん、そんなようなもの考えられるなっていう気がしたんですよね。じゃあやっぱないのか、おそらく助数詞がないからそんなに発展してたんですかね。ちょっとだからヒンディー語とかパーリー語とかやってる方がもしいたら教えてほしいんですけど、うん、ないと思うんだけどな、あんのかな、ちょっとわかんないですね。確かに中国人、中国もね、あんまりそうですよね、数学苦手そうそう、なんかてか発展した場所っていう感じはしないですね、しない、中国って。うん、だから仮にもしね、じゃあ助数詞が数学の発展の、うん、助数詞あるいは定冠詞があることとかが発展の原因だとしたら、うん、その言語でなんとなく選択したそれで数学の差がめちゃくちゃつくわけじゃないですか。そうですね、この仮説通りだとしたら、うんうん、結構すごいことですよねそれ。まあ、だから結局そういうことを考えていくと構造主義みたいな話になるんでしょうね、はいはいはい、うん、我々は構造から逃れられないから、それって悲しいよね、我々の主体は我々じゃないよねみたいな話になりそうですね。そうですね、そう、まあ、本当雑な仮説ですけどね、ちょっと面白いな、うん、面白い、それいいアイデアですね、うん、はい、カラス、はい、カラス数えるとき、あ、マーダーオブクロー、はい、カラスは殺人で数えるんだっていう衝撃の事実あったんですけど、はい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 、僕それ聞いた瞬間に漫画のタイトルになると思って、はい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 、絶対このおしゃれタイトルいいでしょう、はいはいはい、あ、マーダーオブクローなんでジャンプで連載してないのって思うんですけどはいはいはい、これやっぱだから創作者ってインプット必要だよねっていう話な気がしますね。確かにね、これ知ってると知らないとで大違い。そうですね、あの逆にね、例えばその今でこそ当たり前になってるけど、実はそうやってそのセンスのいい題名をつけててやたら有名になってる言葉とかもありますよね。ああ、その題名ありきでね、はい、なんだろうな、例えばそのアリアドネの意図とか、はい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 、なんかなんだろうな、僕あれ好きですよ、宮部みゆきさんの歌詞、
あ、はいはいはい、妖怪ですね、あれは、はい、あの借金取り的な役割をする妖怪とその金融のやべえやつをなぞらえて、うんうんうん、カシャで、はい、少し有名になりましたもん、カシャっていう妖怪が。そうですね、うんうんうん、そういうのありますよね。だからおしゃれタイトルね、作者のインプットとかそういう面白いこと知ってるのによってね、うん、つけられるタイトルみたいなのありますよね、うん、だから勉強した方がいいですね、フィクション作りたい人は確かにね、そうですね。あとね、じゃあ僕あの数え方の小ネタみたいなので、はいはい、メールをどう数えるかもね、変遷があったらしいんですよ。へえ、2じゃないですか、はい、1通2通、1通ですよね、うん、今ってでも1件とも数えませんか。数えるね、はい、メールとあと1本も言いません、メール1本入れてから家出るわみたいな。言う、これもともと最初は2だったんですよ、うん、で2っていうのはそもそも手紙に使われてたと、うん、でその手紙に2を使う理由っていうのは相手に届くことまでを捉えて2と呼んでいたと、うん、でだけれども件ってのはそうじゃない、うん、だからあの迷惑メールは2とは数えないんですよ。はあ、それは自分にとって受け取るところまでは意識しないから、はあ、件と呼ぶ、つまり、はい、単純にその、はいはい、そういう数え方しかしなくて、うん、届いたという観点では考えないと、うんうんうん、だからメールに対して件と数えている人と2で数えている人っていうのは認識が少し違うと、うんうん、相手に届くことまで思考した時に使うのが2であり、はいはいはい、それを考えてないとか自分にとって迷惑だと思ったメールは件で数えるみたいなこと。あと本はあの例えば練習メニューとかに数える、ある程度その時間的な流れのあるものなので、うん、かなり作業的な数え方な気がしますね。メール1本入れるとかって、うん、そうですね、うん、ははは、そうか、ホームランとかね、はい、あのなんだっけ、ダイヤグラムとかの数え方と同じになるから、ね、はい、ははは、なんか例えばその変な DM とか来た時はそれは1通とあんま言わないですよね。言わないですね、うん、あ、そうだわ、あの大量の迷惑メール一斉削除するとき絶対1000件削除しますかってあって、はいはい、1000通削除しますかではないです、ね、ないですよね。そう、あ、このあたりもだからやっぱ必ずしもメールだからといって同じ数え方をするわけではないという、うんうんうん、そしてそれは手紙文化の時には絶対に現れなかった、うん、手紙って基本的に相手に届くために出すしコストがかかるのでメール以上に、そうだね、そうだね、うん、はあ、やっぱだから認知がねそこにも出てますね、そう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 、我々の、うん、あとやっぱあれですね、数え方の話になると早口になりがち。嘘、また早口になってました俺なんかね、だから他のスピードと比べると急に速いんですよ。あ、本当そっか、なんか僕でもね本当今回勉強するまでそんな助数詞オタじゃなかったんですけど、ね、うん、なんか気づいたらこんな感じの体になっちゃってましたね、うん、だから刺さったんでしょうね、壁に、うん、そうですね、うん、そうですね、ということで、はい、本日はそんな感じでちょっと振り返りというかね、うん、リラックスおまけ会でしたね、はい、そうですね、やりきりましたね、まあ、こういう後日談的なやつもね、あのたまに撮っていこうかなと。そうですね、結構台本すごいボリューミーに書いてきては、うん、当日削って喋っているので、うん、なんかいまいちこれ伝わんねえなとか、うんうん、なんかいまいち受けなかったからこれも受けないかなっていうと削っていくんで、はいはいはい、まあ、後日談とかでこうやって話していけたらいいですね、うん、そういうの、まあ、削りながら喋ってる割に4本ありますから助数週間に本当かよみたいな感じでしたけどめちゃ削りましたよまあそういうの成仏させる会とか、ね、はい、これもたまにやっていこうかなと思いますんで、はい、引き続き皆さん感想とかご意見とか、はい、あとお便りとかね、まだまだ募集しておりますんで、お便りをね一通欲しいですね、一通欲しいですね、一件じゃなくて、ね、あの迷惑メールみたいにいらないかまたそういうこと言うとまたそういうこと言うとじゃあ皆さんから の, その意味のあるメッセージは迷惑メールだと思ってないんですよ、一通ですからね、あのいたずらでうおーいみたいな、うんこうんこみたいなやつは一件ですから、あれはいらないです、そういうふうに認識させてね、そう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 いただきますから、それはいらないですけど、あの、はい、ちゃんとした文章として成立してるやつだったら嬉しく受け取りますんで、はい、ぜひ一通送ってもらえればなと思います、はい、というわけで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。このラジオは1階の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上お聞きください。